お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、7000にやっと到達したということで、まあ、そうです。そちらのリプレイの方を見ていきたいなと思いますね。もうやっとですね、もうずっと7000に来てなくて、6級の70ぐらいか、あと1000ぐらいで前も行けなくて、っていうので7000に行けなかったんですけど、やっと行けましたね。はい。で、デッキが、と、こちらですね。こちらの。と三重士のフリーズですね。三士フリーズで、こちらが多分日本人のあの遠藤さんがその、まあ、作られたデッキだと思われるんですけど、はい、違いますね。これは、はい、もう使わせてもらいました。違いますね。はい。で、もうこちらですね、もう三士フリーズなんですけど、もうめちゃくちゃ強い、やばいですよ。マジで強くて、のね、なんかいろいろそのこのロイジャイとかババコア三種とかいろいろ使ってたんですけど、結局最後これで上がったので、こちらのリプレイをですね、さあどれにしようかな。と最後がゴレに勝って、その前ペッカ引き分けで、ラバに勝ち、バルーンに勝ち、スケラに勝ち、結構何でも立ち回れるデッキですね。よいしょ。こっからっすね。なんでまあ1回目、まあ、遅延クロスだ、あ、待って、普通に1倍で、はい、チェンクロスに対してのまあリプレイですね。でさっきあの声がしたんですけど、あのライキさんたちとドラゲとかしてたんで、ライキさん家にいるんで、基本的になんだろうな、結構アイゴレ割いて、まあ、ユーノとか割いて様子見つつなんですけど、アイゴレ割いてエリポン回ってきて、相手に何も出してなかったので、エリクサーポンプ置きましたね。で、ここが、ですね、クロスに対してだと、このエリクサーポンプ置いてしまえば、後半だと結構耐えれるんですよね。だから一番初めですね、エリクサーポンプを置いた、一番初めのクロス棒さえ、もう、抑えてしまえば、その後々全然怖くないんで、もう、初っ端はですね、もうフリーズを使ってでも、まあ、強引にでも、防衛してしまえばもう大丈夫ですね。で、ここは、このエリポン置いた瞬間に古城を出したんですけど、エリポン置いたので、その瞬間に相手がまあ、結構クロスで攻めてくることがあるので、まあ、その瞬間にね、こう攻めてあげることによって、なんだろうな、クロス出たらラッキーで、そのまま防衛できますし、逆サイだったら、まあ、逆サイだったら古城が入りますしで、クロス、ん?エリポンに5打ったら、その瞬間の古城でね、コジョババのダメージが入るっていうので、よいしょ、もう美味しいです。これはもうこの時点で美味しいですね。でもワンチャンフリーズ、そう、もうこういうところで意外とね、隙をついてやると、もうフリーズのマルチだと140ぐらいあるんですよ、ダメージ140。大丈夫140、フリーズで140ぐらいのダメージで、あとさっきのスケルトンもフリーズで溶かすことができて、バーバリアがね、一発どれぐらいだろう、一発が重いんですよね。一発わかんないけど。で、これはとこのロリババで左にちょっとプレッシャーかけたかったんですけど、まあ、そんなかけれず、だけどこの古城ババが入ってますよね。これでもうフリーズしちまえば終わりですね。もうフリーズがめちゃくちゃ強い。もう攻めでも使えるんですけど、まあ、この試合だと結構攻めばっかでフリーズをめちゃくちゃ使ってるんですけど、とね、なんだろう、バルーンとか、最近今バルフリとか、結構バルーンとか流行ってるんですけど、まあ、ゴレに対してもかな。結構フリーズ防衛がめちゃくちゃ強くて、フリーズからのガゴだったり、フリーズからの、でフリーズで一旦防衛できるのが強すぎますね。でもそれを抑えてしまえば、最後はこっちが逆にフリーズ、攻めのフリーズでタワー落とせちゃうん で、こういう時も困ったらフリーズ防衛しちまえば、全然怖くないですね。で、はい。フリーズで。で、この後も20なんですけど、これもフリーズで落とせちゃうんで、OK。ですね。なんか、ディガーがない、その工場型の今までの30石だと、まあ、スペルが、まあ、ザップとか、ウッドだったら別なんですけど、ロリババで削れなかったですね、タワーダメージが最後。だけど、このロリババなんだけど、フリーズに、大丈夫本当に。テンゴッティが風邪ひいたみたいで。
そう、ダメージが増えたことによってね、フリーズのダメージで最後勝てちゃうことが多々ありますね。で、まあ、スケーラーはめちゃくちゃまあ相性が良かったんで、まあ、バルーンも、まあ、バルーンも結構相性がいいんですけど、意外と負けちゃうことがあるんですよね。けど、まあ、結構うまくいったリプレイなので、そちらをですね、はい、見ていきたいなと思います。で、もう、フリーズがもう、あれですね、修正でアップデで、この動画がアップデ後か、アップデ前に上がるか分かんないんですけど、フリーズのダメージが、ちょっと下方されちゃうんですけどね。まあまあ、言うて、そんなにってことないです。で、まあ、アイゴラとかユーノとか割いて、からの、まあ、三次展開してですね。この相手のこのメガゴとかも正直美味しいですね。これで、ただただ三重心に処理されるだけなんで、ここで右側とかにロリババ、僕はこれやらなかったんですけど、今右側にロリババやっとけば、相手は防衛でね、何かコストを割かなかったら、割かないといけなかったんですけど、まあ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 、それはどっちだってもいいですね。まあ多分割いた方がいいかもしんないんですけど。で、ここは、こうガゴで防衛するんですけど、あ、やばい。早かった。早送りした。けど、この瞬間に、その、僕、有能出してたんですね。もう、ガゴで防衛した瞬間に、この有能出して攻めてるんですよね。相手がバルーンで攻めてきたんですけど、この瞬間に、相手が攻めてきた瞬間に攻めてあげると、相手からすると、その攻めで、バルフリー、フリーズを使ったり、雪玉を使ったりしたいんですね。で、攻めでこう、使ってきたら、ちょうどこのね、有能が相手は、防衛できなくなるっていうやつで、もしここでね、ユウの相手が防衛していたら、この相手のね、あの、バルーンをガゴだけで簡単にね、防衛できちゃうっていうやつですね。なんで、相手が攻めてきたと同時に、こっちが攻めてあげると、今日いい感じにね、そのエリクサー、いい感じにまあ防衛できて、アドも回収することがちょいできますね。で、まあ、このガゴっていうバルーンに対しての防衛カードがあったんで、ね、ガゴ出して、その瞬間に、攻めてあげるといい感じですね。これ相手はエリポン読みかな、多分端前から攻めてきてますね。なんかもうランバーが強すぎて、ランバーとフリーズだけでタワーが落ちちゃうことがよくあるんですね。もうランバーとメガゴだけとか、もうランバーが今使用率すごい高い気がするね、しますね。 3C も 3C ゴレバルーン言うてか、あとなんか神器みたいなやつにも、まあ、ランバーが入ってるんで、めちゃくちゃ強いですね。で、ここも、このユーノ出して、こっち攻めてますね。で、まあ、ユーノはランバーで処理されちゃったんですけど、まあ、言うて、このままハードカウンターで。で、こう、相手縦線来ると分かってるので、ロリババ転がして、で、このまま、両サイね、まあ、チラシですね。もう、なんか結構いい感じだったというか、エリアード取って最後攻めるときはもう、もうゴリゴリで攻めていいですね。もう無理やりにでも攻めてあげると意外と相手は防衛できないので、OK、みたいな感じでフィニッシュですね。まあこのフリーズに対しては三重子が残っちゃうんで相性がめちゃくちゃいいですね。よいしょ。はい、ってことで、あと2つか、ラバとゴレオみたいですね。よいしょー。というわけで、これ相手ラバなんですけど、僕の陸の攻めとしてユーノとコジョババがあって、まあロリババも入れるか、3枚に対して、その相手が縦線と墓石っていう、その陸の受けるやつが2枚しかないんですよね。だからこのユーノに縦線割いたら、相手はコジョババに対して、まあ、墓石があるから普通に考えてね、ここで守られちゃうんですけど、もうここで、ね、相手が墓石なかったのはそれラッキーですね。ラッキーで、あのまま、いくんですけど、なんだろうな、陸の、なんて言ったらいいんだろう。ロリババでできるだけ、縦線か、縦線を咲かすか、墓石を壊したい。そうすると、墓石さえ壊してしまえば、相手は陸受けが縦線しかなくなるので、工場か言うのが絶対、どっちか通るんですよね。みたいな、その、陸でしっかり、なんだろうな、うまく、攻めていきたいですね。なんで一気にコジョババとユーノとかを同時に攻めてしまうと、墓石だけとかで綺麗に守られちゃったりするんで、この墓石ですね、この墓石をこのユーノで壊すんじゃなくて、このロリババで壊してあげると、相手はもう陸受けが縦線しかないんですよね。テンプレのラブルなんで、
だからここで、でも U のかな、 U の最低縦線を咲かせてですね、したらもう相手はメガゴかガゴしかないので、まあ、ラバルのテンプレだって分かってるので、でここで小城場ですね、でも墓石もないと分かってるんで今回ってなくて、でここでも僕は落としに行こうと一気に攻めたんですけど、ちょい調子乗りましたねここはもう攻めきれず普通にまあ守られちゃったんですけど、まあ、みたいな感じで相手への何ですかね、陸を枯渇させるというか、まあ、陸がない時にしっかりやるのがいいですね。でここはもうエリポン置きません、置いてもなんかもう残り1分過ぎてますし、だから残り1分過ぎたら基本エリポン置かないですね、はい、もう巻き返せないので1個落とされちゃったらもう最後追いつけずに終わっちゃうんで、でここはもう相手が攻めてきたんですけど、まあ、それに合わせてねこっちも攻めてあげます。で攻めてあげると、まあ、しっかりねダメージが通るんで、でも防衛が危ないんですけど、これがフリーズがもうね強すぎますね強すぎますね、もうヒリいやみんなで一緒にいるのに、なんか一人だけ喋ってる、ちょっとなんか、ね、違和感しかない。もうガゴが優秀ですね。もうガゴでフリーズあれば何でも守れちゃうんで、でここは結構危なかったんですけど、相手はもう削りに来て、この最後のフリーズ防衛でもう全部守れちゃいましたね。でもう相手は攻めてきたんで、マスケが止められず勝ちみたいな、なんかフリーズ攻めでも使えるし防衛でも強すぎるからやばいんですよね。無限にフリーズ防衛してると何でも守れちゃうんで、本当にやばいんですよ、フリーズがやばい、マジで強いと思いますね。今迫撃ホグとか入ってたり、なんだろうな、もう何にでもいる、もうゴレにも前なんかゴレっぽいフリーズもいたし、ラバフリもいたし、ジャイバルフリーズみたいなのもいたし、スケラになんだろうな、クロスとかぐらいですかね、いないの、もうあと全てに入ってるぐらいでフリーズが多いんで、困ったらフリーズ入れとけ感は今すごいありますね。はい、でもうこれは相手がダクネ咲いたからさすがにゴレだと思いまして、ここからどうするんだろう、多分後ろに3足をセパレートするんだけど、ゴレ側に2で、そうで逆サイに1で、まあ、2体でしっかりゴレを溶かしていくのと、ここねあのメガゴの位置とかダクネとかをゴレの普通の後ろ範囲に出してくれたら、そのアイゴレと工場で逆サイにねその攻撃をすることができるんですけど、相手のユニットの出す位置がその外側で、あのアイゴレとか工場で逆サイに釣られない位置に出してたんで、まあ、こんな感じでね、アイゴレ工場使ってないか、アイゴレとフリーズで攻撃を止めてあげると、あとは結構スムーズに守れますね。で逆サイも攻めたいな、これは多分ゴレ出された瞬間に、まあ、U のか工場どっちかだけで、工場か、あ工場ガゴだ、ガゴもつけてますね。でもこれがいい判断でしたね。ガゴ別に、まあ、つけてもつけなくてもいいんですけど、多分結構エリクサーのアドを取ってたから出したっぽいですね。でこれも多分もうなんだろうな、あんま良くないけど、もうゴレザクネ相手はゴレザクネ出してるからコストがまあないんですよね。まあそれ読みのちょい前三子でまあ楽にこれゴレ溶かしてますね。もうこのゴレのファイブトリナファイブとかのだるいんですけど、正直ポイズンなんで楽勝ですね。でこれも守ってばっかでもいいんですけど、もうこれしっかり攻めちゃえばね、守りつつしっかり攻めるのも大事ですね。守ってばっかだと、まあ、防衛され突破されてされちゃった時がしんどいんでね、まあ、守りつつ攻めつつですね。で、まあ、このロリババで地味にマスケ命したかったけど、まあ、できず、けどもうあと30秒で1000なんでね、もうこれフリーズ打っとけば守れちゃうやつですね。まあ、けどこれでフリーズパッキンでキング追って、まあ最後もねこの綺麗な、マジでこんな綺麗な勝ち方で40ぐらいもらって7000登録できて気持ちいいですね。36か、はい、ってなわけで、まあ、フリーズの使いどころが結構防衛にもありますし攻めにもあって、結構意外と使いやすいデッキだと思うんでね、
皆さんもぜひ使ってみてください。というわけで7歳に到達、はい、しました動画でしたね、はい、というわけで終わります。終わります。なんか久しぶりに動画撮ったんです。久しぶりに動画撮ったからなんか慣れない。はい、というわけで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。